初登場のゲストですね、はい、急遽決まりましたが矢上くんで、はい、いいですか。よろしくお願いします。会えました。生虹色ライダー会えました。来ましたね。嬉しい。漢字を変える、漢字を変えてほしい。もうそこだけなんですよ。なるほど。俺が大したことないって言ったんだけど。なるほど。八で、八の神で、八の神で、矢上、矢上で。ああ、わかりました。ごめんね。いや、全然いいです、全然いいです。もともと夜の神はこの群青さんが言うてたからさ、はい。特に思い入れもない。全然問題ないです。とっさの判断だよ。シャゴです。いや、来ました。シャゴ来ました。いや、数々の伝説が生まれた。いやいや、虹チルにはたまらないシャゴですね、ここが。ここがシャゴです。初めて来ました、嬉しい。あ、本当に初めの一歩に育てられたと言っても過言ではない。なるほど。楽しみ。このね、バギー海賊団。ギャグシーンが秀逸だなと思いましたね。あの、のっけから、つけっぱなしで。誰がつけっぱなしだ。あと、全くの誤解ですが、真っ赤な、真っ赤ででかいですなみたいな。もう、めっちゃ強いです。気にしすぎみたいな。気にしすぎね。どうも、虹色ライダーでございます。虹色映像始まりました。勝手に。今回は、特別編ということで、やっていきたいと思います。888回目なんですね。888ということで、矢上くんをまとめてみました。はい。まとめてみましたシリーズ、今までいろいろありまして、777のに僕まとめたんですけど、まあ過去にもね、群青豊かまとめましたとか、まあ、こうゲストが、金田和也くんがね、たくさん出てくれたゲストを、こう、ひとまとめにしたっていう感じの、まあ過去映像からね、一部抜粋してやった特別映像。今回もね、やっぱり888なんで、矢上の8じゃないかな、ということで、矢上くんまとめてみましたをお送りしたいと思います。まあ、知り合って、まあ1年ちょいぐらいですかね。なので、まあその間結構ね、あったりして、まあたくさん撮ってはいるんですけども、その中から、まあ僕なりに、こう、矢上くんの良さというかね、まあ喋り上手ですから、すごく聞いてて、まあ飽きないというか、大変ありがたいね、出てくれてね。で、見てくれてもいるし、そんな矢上くんの今まで出てくれた映像をちょこちょこちょこと、流してみたいと思います。見てください。どうぞ。気入ってますから。バスケ部です。バスケ部そうです。バスケ部中学時代、旭川選抜メンバーの合宿に呼ばれたことがあります。うわぁ入ったよしうわぁ入れてきた。よかった。こういうことですよ。うわぁ暗い旭川ラーメン、僕、日本一だと思ってるんですよ。お。この世の映画の中で僕、一番好きなんですよ。え、マジ？はい。あ、そんなレベル？そうなんですよ。また一回は突き放すんですよ。はあ、行けよ、お前と、はあ。あっち行った方がいいだろって。はあ、それでも何回も淳之介は泣きながら、こう、抱きついてくるわけですよ、龍之介に。それでも何回も投げ飛ばした後に、やっぱり抱きしめて、うん、お前とは縁もゆかりもない他人なんだからな。ドーンいいですよ、いいですよ。クソお世話になりましたなるほどと思った。だよね。いやもうこんなのもう、三次編でこれ言わん、もうこれでしょうよ。ちなみに矢上くんは、好きなキャラは好きなキャラは断トツありますね。毛利小五郎です。ああ。一緒ですか？俺も好き。毛利小五郎小五郎ちゃん。そうなんですよ。あれね、ほんとダメな部分がね、結構際立ってるけど、だからこそかっこいい回。ああ、あれね、めっちゃ重度なやつ。いや、ちょっと、毛利小五郎の同窓会殺人事件じゃないですか、これ。あれめちゃくちゃいいですよね。柔道部の同窓会で行って。わかるわ。いや、毛利。中トロがとにかく大好きで、中トロなら多分本当3食でもいけると思いますね。やったー、できました、初めて出た。矢上くんはこの試合、はい、まあ好きなところ、はい、うん、どこでしょう。これはね、もう一番あるんですよ。はいはい、いいからテーピングだ！やっぱりね。ありますあります。マインカートコースターですよ。一番楽しかったの。ジェットコースター、なんかトロッコみたいに乗ってこう移動してて。はい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 。あれがもう楽しすぎて。めちゃくちゃ何回もやりましたね、もう。何が起こっても変じゃない。そんな時代さ。
らいかもしれないんですけど、ここに450円って、はい、書いてあるんですよ。うん、でも僕これ、20年前高校生の時、旭川にあるブックビッグボックスっていう古本屋で、倍の900円でこれ購入したんですよ。へー。なぜかというとですね、はい、これは昭和50年に発刊された初版本でございます。ね、マジ？めちゃめちゃプレミアついてます、これ。うおー。金曜日はもう必ずもう売り張りじゃないですか。そうなんでしょ。あれ、裏番組、M ステでしょ？そうです。そう。多分そこに聞き取られてたのさ。なるほど。音楽大好き人間だったから。そっちか。そう。もうあの日はもうぐるなり見て、売りなり見て、金曜ロードショー見るって。日本テレビでもう全部行くんですよ、金曜日は。流れがあったんだ。ね、テレ朝見ちゃダメですよ。人間に嫌われたくないんですよ。なるほど。嫌がられる虫にはなりたくないんですよ。なるほど。好かれたい。好かれたいです。だから蜂だったりね、蚊だったり結構虫って嫌われるでしょ。はい。そんな中、ヘラクレスオオカブト、めちゃめちゃたっ問われます。たっ問われるんで。鴨川会長の名言なんですけど、うん、地道な努力に勝る最大の近道はないと知れっていう言葉があるんですよ。これはね、常にね、考えて生活してるし、はい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 、あとこの言葉をね、ぜひね、群青豊かに伝えたいなと。私、生誕の地、実家でございます。ありがとうございます。恥ずかしいですけど、はいはい、ちょっとお世話になりますけれども。ぜひね、ジグソーパズル。やりましょう。日本にラス1です。ラス1ですから、これ。貴重な。貴重なパズルですから。俺を今から二人でやろうと思います。ベルベールさんベルベールさんなんだよ。ベルベールさん、すごい。安楽死を希望します。なるほどね。はい。安楽死させてください。自分が認知となったら、あんな目を合わせたくないです、家族を。辛い、迷惑かけすぎる。オリジナルソングの歌詞の中で、はい、虹色さんが、人間関係って難しいよね。うん。いっぱい社会のマナーって何なんだろうね。大変だよね。って。でも、大切な人がそばにいる、それだけでいいじゃないって。言ってくれたんすよ。虹色さんが。タイミングバッチリだったんだ。もう俺のこと見てましたよ。小学校の時だけじゃなくてですね、うん、大人になってからもずーっと僕はコボちゃんが大好きで、うんうん、そしてですね、僕の2016年の、ね、結婚式なんですよ。結婚式でウェルカムボード自分で書いたんですけど、いやー、これうちの妻で、これ僕ですから、うん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 、もうだからもう僕がもうコボちゃんなんだよ。メガネ、そう、そっからね、会社主さんからの会社主さん、ボスケ部に置いてくるんですけど、俺も一年だ。北村中時代。だから、これで言うと、お刺さるって言葉あるじゃないですか。そうですね。お刺さるが、これ、東京じゃなんて言うのって、あの状態、押したままの状態にしておくことの日本語何あんのって思うんですよ。そうですね。かかさる。かかさる。かかさる。引っ張らさる。そうそうそう。まさに僕、おとつい、その妻に変な、あの、スタンプ押しちゃって、いや、お刺さったんだって言ったばっかり。だって、あれの、あの状態は、だって俺のせいじゃない。勝手にお刺さったんだ。お刺さったんだ。お刺さる人は。別に意思とは関係ない。だからもう。標準語的には、押すのを間違えたとか言う。打ち間違えた。でも、打ち間違えたわけじゃないです僕は。おとついは。ほんと、押ささったんですよ。押ささったんだから、俺のせいじゃないですか。打ち間違っただと僕のせいじゃないですか。そうです、ね、打ち間違えたんだ、ね、間違えたんだから。うん、でも、押ささったんですよ。これ、俺のせいじゃないですよ。これ、だから、これ、東京なんて言うのかなって、内地で、うん。なるほど。定かではないって時ですね。ここ自然とみたいな。そう、自然とだから、とにかく俺のせいじゃないっていうのを言いたい。間違って押しちゃったってことなんだけど。いやいや、間違って押しちゃったって言いたくないですよ。俺間違ったわけじゃない。うん、そうそう。禁止なはずなのに、キムタクが出た時、キムタクはそれによじ登ってクリアまで行ったのに、いつもと注意する関口博士支配人が注意しなかったんですよ。多分ジャニーズへの忖度じゃないかあったんだ。こんなことにもやっぱ現れてたんじゃないかなと。あらあら、卓球対決はヤガミの勝利です。あれはですね、まあ、ルフィの父さんです。もう旭川の市民だったら誰でも知ってる。そうです。天金という、ね、天金本店でございます。天、天金、天の金。天の金ですよ。ねちょっと高級感漂う、そうですね、お店にお邪魔して、はい、お寿司と天ぷらを、天ぷら、はい、素晴らしい。伏線っていうかもう単純に虹色ライダーが新しい動画出したら見ろよって話ですよ。うまいけど
ここまでの距離感でやってんのに、なんでその話があったら、あ、じゃあ見てみようかなじゃないんですよ。まあ、なんか変な、色気づいちゃって、虹尾さんが僕の名前出してくれるじゃないですか。あ、はいはい、動画でね、一人で、ね。もう、この動画僕の名前出そうだなっていうのを、こう、うんうん、サムネで、サムネで判断する。うん、全部見ろよ。軍女の名前出そうだなだけを見るんじゃない。トラックロックンロール、週末のコンビニエンスストア。あれゲームゲームあるけど、シーソーゲーム売ってるから、シーソーゲーム売ってるじゃないかな。シーソーゲームは確かに売ってない。あれ業務スーパーマーケットストーリーあるね。業務スーパーマーケットファンタジー。ただこれ森浩二先生の作品、まあ、自殺ともそうだし、まあ、ホーリーランドとかもそうですけど、もちろんでございます。のこと、これね、よく、あの、女性の裸書かれますけど、エロさ一切なくないですか？ないね。なんすか、この森浩二先生の書く裸のエロさのなさ。だからこれ邪魔しないんですよ。ハムラビ法典の復活ですわ。ほう。ハムラビ法典の復活。目には目を、歯には歯を。ほう。同罪、同害報復っていうのね、僕はね。はいはい。復活させたい。歯磨き、やなことストレッチダイエットです。おー。俺だったら。うん、そうあの顔ね。マキのあのスの顔の描き方ね。あそこすごくないですか、井上先生。うん、すごいっすね。もう、なんていうのかな、もう自分がここまで上がってきたな、先導は。もう、あと、はあ、こっから延長戦か。もう全部含まれた顔してるんですよ、マキが。そう。なんていうか、もう憂い、なんていうか、なんとも言えない顔をみんな見てください、コミックス。この牧野、まあ写真がね、今出てます。写真出てますか、これ。もう、なんとも言えない顔でしょ、これ。この動画のね、うん、こう冒頭で、うん、虹色ライダーは、今日は4月9日です。はいはいはい。って言うんですよ。はいはい。ね。で、4月9日っていうのは、虹色ライダーの誕生日なんですよ。そうそうそう。なのに、そうだそうだ。なのにですよ、はい。この動画の最後まで今日が誕生日だと言わないんですよ、虹色ライダーは、うん。まさにこれが誕生日の通知をしていないという今回のテーマに再現してるんですよ、虹色ライダーは。最後まで。これすごいですよ。すごい気づくってすげえ。これすごいんですよ。はいはいはい、これだけじゃないんですよ。ね。はい、さらに、これエンディングテーマは、4月9日誕生バナのアカシアが流れるんですよ。そうなんだよね。ね。そう。ね。それでも、まだ虹色ライダーは言わないんですよ。本来ならね、これエンディングテーマアカシア流しますね。今日が4月9日、これ誕生バナなんですよ。言うでしょ、普通。言わないんですよ、最後まで。なんで言わないの。あそこは悲しいよね。本当にさ、もう、チョッパー。バカ、お前は。わかるだろ、なんとなく。ライフタイムリスペクト、ミキドーああ、出ましたね。一生瓶。酒の話か。酒の話か。持ってきてくれよ。朝から飲みてよ。ダメだ、こいつ。ダメ、親父。6位、僕の背中に羽がある。キンキンキン。ずっと君と生きてくんだよ。抜群にうまい、キンキン。5位、アゲハチョウ、ポルノグラフィー。ああ、これも売れました。左開いと咲くパンツのように。いや、もうなんか下ネタ多いな、なんか。本面の時はもう、めちゃくちゃだな、これ俺かって。俺かって。撮り方悪いんじゃないかな。こんなの俺、この格好悪いのは誰だ。ね。でもこう後半ね、まあ、に連れてやっぱこう良くなってって、それを見ながら桜木が、ボールはもう少し高く上げた方がいいのかな、明日親父に聞いてみよう。やばい、あれ、ね、桜木の成長すごい成長しました、あの合宿の中で、ね、いや、シーン好きなんだよな、うん、だから僕も本当はもう永遠の命なんで全くいらないんですよ、ね、正直、はいはい、だから今回もやむを得ず、うん、まあ、もうもらっちゃったもんだから、うん、そういう風になっちゃったもんだから、うん、まあ、うん、ボクサーになりますけど、やっぱこれもう拒否できる、まあ、最初に永遠の命欲しいですかいらないですかっていう選択肢があったら僕絶対いらないです。あ、俺もそうだ、はい、うんうん、絶対いらない。本当にだから虹色さん言う通り、やっぱもう辛いこと別れ、まあ、だったり本当に辛いことの方が多いような気がしますね、うん、3周4回割れましたね、連続正解います。うっ、八神くん、やったよかったよかった、プライド守れた。その上司が LINE やってないっていう理由ではなくて、ではないです。やっぱり職場、そういう、職場の連絡を LINE でするなど、何事だみたいな。バカです。いや、ほんとですよ。何言ってんだ。はい、どうだったでしょうか。以上ですね。はい、まあ、いろいろね、出てくれて、いろいろ喋ってくれて、まあ、なかなか気が合う八神くんなんですけれども、まあ、完全ツッコミタイプですね。はい、ボケではないですね。まあ、僕もどっちかといえばツッコミタイプなので、まあ、もう八神くんの方が上手なんで。お任せで、
ヤガミ君がいれば僕突っ込まなくていいみたいな、はい、ちょっと口出しすればいいぐらいな感じなんで、はい、まあ完全に信仰に徹すれるんですね。ありがたい限りで、まあこれからもヤガミ君とは時間が許す限り撮影、まあ、喋ってね、いろいろやっていこうかなって思っておりますので、よろしくお願いいたします。で、まあ最近僕の動画をね知った、チャンネル登録したっていう方は、過去の映像から、まあ、今回ね中バスね、フルバージョンがねちゃんとあるんで、それを見てくれたらなと思います。まあ、矢上くんの回に、まあ、限らずなんですけどね、はい、まあ、できれば全部、まあ、めっちゃあるんで、まあ、めんどくさいと思いますけど矢上くんの回は結構面白いと思ってます、個人的に、はい、なのでおすすめです。というわけで、これからも虹色映像、まあ、888なのでもうすぐ1000ですね。もうすぐってもまだ100ちょいぐらいやんなきゃいけないんですけど、映像の方は音声の方も1000超えちゃったんであれですけど、まあ、映像もどんどん撮っていこうと思っておりますので、お付き合いいただければなと思います。はい、というわけで今回はこんな感じになりたいと思います。まあ、気になってると思うんで、これ何なのってさっきからちょっとブンブン回してるんで、これですよ、蜂だったんですね。以上です、さよなら。